2006FIFA ワールドカップ決勝のピッチに立つジダン・ジダン頭突き事件では2006年7月9日にベルリンオリンピアスタディオンで行われた 2006FIFA ワールドカップの決勝戦においてフランス代表のジネディーヌジダンがイタリア代表のマルコ・マテラッツへの頭突きにより退場になったことに関する説明をするフランス代表の司令塔であるジダンは開幕前にこの大会を最後に サッカー選手として現役引退することを表明していたが、グループリーグでは、東合戦で出場停止になるなど不調に陥っていた。しかし、決勝トーナメントでは、競合のスペインから、ロスタイムで得点を挙げると、続く、準々決勝では優勝の大本命と言われたブラジルに対して、ティエリアンリのゴールをアシストするなど、試合を重ねるにつれ復調していった。 準決勝のポルトガル代表戦では33分にゴールを挙げ、自身にとっても、またチームにとっても2大会ぶり2度目となる優勝まで、あと一歩まで迫ることとなった。一方、イタリアのマテラッツは、控えのセンターバックだったが、グループリーグチェコ戦で負傷したアレッサンドロネスタに、代わって途中出場すると決勝点を挙げた。以後、最終ラインのレギュラーに定着し、 決勝進出までイタリアの犬種を支えた。イタリアとフランスの顔合わせとなった決勝戦は同時にジダンにとって現役最後の試合となった。試合開始間もない7分、アンリのパスで抜け出したマルーラをマテラッツェがペナルティエリア内で倒し、フランスにペナルティキックが与えられた。キッカーを任せられたジダンは冷静なチップキックを決めて先制点を奪った。 イタリアの失点はグループリーグ対アメリカ戦のオンゴール以来だった。対するイタリアは19分のコーナーキックでマテラッツがヘディングを決め、すぐさま同点に追いついた。その後は両チームとも固い守備でゴールを許さず、試合はこ着状態のまま延長戦にもつれ込んだ。延長後半5分、イタリアゴール前でのプレーでマテラッツが示談をマークした。その際、 背後からシャツを掴んだマテラッツィに対して、ジダンが何号とか、声をかけた。ボールがクリアされ、自陣に戻ろうとするジダンに対して、今度はマテラッツィが何号とか、声をかけた。ジダンは向き直るとマテラッツィに近づき、無言のまま突然胸元へ頭突きを見舞った。マテラッツィは苦痛の表情で、ピッチに倒れ込み、試合は一時中断された。 イタリア選手のアピールを受けて主審は状況を確認し、次ダにレッドカードを宣告した。試合は、壮然とした雰囲気のまま続いたが、延長戦でも決着がつかず、イタリアが PK 戦を制して6大会ぶり4度目のワールドカップ優勝を果たした。ワールドカップ決勝という大舞台で起きた、名選手の不祥事は、世界各国で報じられ、次ダが、 暴力に至った理由について様々な推察が行われた。一連の絡みはテレビカメラに捉えられていたが、どのような言葉が交わされたのかは両者のみが知るところであり、独身術の専門家に分析を依頼するマスコミもあった。アルジェリア移民2世であるジダン自身への人種差別によるものや、ジダンの家族を侮辱したことが原因であるとも言われた。当初、 自団本人は発言を控え、自団の代理人がマテラッツの非常に深刻な発言が原因と述べた。決勝から2日後の7月11日、マテラッツはイタリアのスポーツ紙ガゼッタデロスポルトのインタビューで自団を侮辱したことを認めたが、内容についてはよく使われるののり言葉を発しただけと述べ、人種差別や自団の母親への侮辱を否定した。さらに、 マテラッツィは先にジダンが侮辱発言をしたとも語り、そもそもことの始まりは、マテラッツィの激しいマークに対して、ジダンがユニフォームが欲しいのなら、試合後にくれてやるよと先に言ったことにあると弁明した。翌7月12日、ジダンはフランスのテレビ局、カナルプリュースのインタビューを受け、あの試合を見ていたすべての子供たちに謝りたいと話した。 ユニフォームの件については、ユニフォームの交換は、試合が終わってからにしようじゃないかと言ったと認めた。マテラッツィの侮辱について、名言は避けたが、私の大切な女性たち、母と姉に対する、深く傷つける、無別の言葉を二度、三度にわたって言い続けたため、我慢ができなくなってあの行為に及んだのだ、と説明した。また、自分が知ったことに対して、後悔はないと述べ、 人をそうさせた人間も相当な責任は負うべきだと思うとマテラッツへの処罰も求めた。ジダンは8年前のフランス大会グループリーグ対サウジアラビア戦で相手選手を踏みつけて一発退場になったほか、クラブチームでも試合中突如決行して暴力を振るうことがあった。そのため、結局ジダンがマテラッツとの挑発合戦に負け、 月光してこの暴挙に及んだだけというのがヨーロッパ社会の支配的な認識であった。一年後の2007年8月18日にはテレビ番組のインタビューにおいてマテラッチ本人から問題の発言がプリフェリスコラ・プッタナ・ディトゥ・アセルラであると明らかにされた。お前の姉貴より勝負の方がマシだ。という発言であるがイタリア語のプッタナは英語のビッチに相当し、 解釈次第で悪意ある重大な差別発言にもなるふる単語である。2009年10月12日、ジダンは元チームメイトのビセンテリザラズが担当するラジオ番組に出演し、3年前の状況について多くの人には訳がわからなかっただろうが、感情が高ぶりすぎたせい、この言葉が適切かどうかわからないが何かに取り憑かれていたと説明した。しかし、 あれは挑発で、それがひどい行為だということは忘れてほしくないとも語っている。2020年5月、マテラッチがツが、ズツキ事件の中で何を発言したかを、自身のインスタグラムでのライブで振り返り、ジダンに、俺のユニフォームを後であげるからと言われたのに対し、ユニフォームよりお前の姉ちゃんが欲しいなとの発言をしたと、振り返っている。この試合で、退場処分となった、ジダンであったが、 記者による投票で MVP にあたるアディダスゴールデンボール賞を受賞することになった。これは投票が決勝戦前から受け付けられていたのも一つの要因であった。しかしながら言葉による挑発に対して頭突きで反撃するという行為は許されないものであったため FIFA のブラッター会長から受賞を再考する可能性を示唆する発言があった。FIFA による 事情聴取の後、ジダンには出場停止3試合と罰金7500、スイスフラン、マテラッツに、同2試合と5000スイスフランが課された。しかし、人種差別発言は両者とも否定したため、問題から外された。その後、マテラッツが真相を語り、姉の存在等のことは何も知らなかった。この問題に巻き込んでしまった、ジダンのお姉さんに謝りたいと答えている。 この頭突きのペナルティとしての MVP 剥奪の可能性に対して、マテラッツは彼は偉大なサッカー選手であり、尊敬している。今回の MVP もそれに値するプレーをしていると思うので、MVP 剥奪は好ましくないとインタビューにて語っている。また、自身の自宅に次男を招待し、その席で和解を求める構えでいるとも伝えられた。さらに、 フィファのブラッター会長も二人の和解を希望、南アフリカのロベンジまで二人を再会させるという構想を持っていると報道された。しかしその反面、マテラッツはすでに謝罪したジダンの謝罪も待っているとも語っている。マテラッツはこの頭突き事件を茶化したジョーク本を出版した。ジダンはこれに対して不快感を示し、本を受け取る気はないと回答した。その後、 2010年11月4日に、スペインのマルカが両者が和解したと報じた。3日に、ミラノで行われた、UEFA チャンピオンズリーグの AC ミラン対、レアルマドリードの一戦のために、ミラノを訪れたジダンは、前シーズンまでインテルを率いていたジョゼモーリーニョを、訪問したマテラッチを含むインテルの選手数人に、偶然遭遇。ジダンとマテラッチは、会話をし、抱擁を交わしたとされた。 翌日には、マテラッツの包容など確実にしていないという和解を否定する発言が報じられたが握手をし、会話を交わすなど友好的なやりとりがあったことは認めた。2016年、レアルの監督として臨んだチャンピオンズリーグファイナルでは、ミラノでの開催ということで、マテラッツが観戦したが、マテラッツはジダン監督率いるレアルを応援していた。当初、 一部メディアが、頭突きの原因は、マテラッチの差別発言によるものと報道したため、サッカー界にはびこる、人種差別主義に対しての議論が、盛んに行われたが、次男本人、マテラッチ本人、及び次男に、発言の内容を聞いたフランス代表のリリアン・チュラムらが、差別発言については否定したため、議論は侮辱発言そのものの是非についてに移行していた。また、この判定は、 主審や副審ではなく第四の審判からの指摘により、下されたが、その際に一部マスメディアからビデオ判定によるものとの報道をされたため、その真意も含めて、判定自体に問題があるのではないかと言われている。その後、主審のラシオエリソンドは、自分では直接見ておらず、副審の手助けがなければ、判定を下せなかったことを認めた。ありがとうございます。